少ないコネ使ってやっとあそこまで膨らましたんだよ。あんたそれまで何やってたの？口ばっかりで何にも掴んじゃこなかったじゃないの。同級生なんだろ。それだけでも俺たちを一歩も二歩もリードしてるのに。おいしいネタはね、待ってたってやってこないよ。こっちからお迎えに行かなきゃダメ。コツはね、相手の嫌がるところを探してそこを徹底的についていくこと。そうすれば大きなネタに出会えるよ。そうだ、俺をあっと言わせるようなネタ掴んできたらね、気持ちいい思いをさせてあげる。気持ちいい？本当っすか？いや、久しぶりだ。おごりですか？もういいとこあんだから、もういや、若い子お願いしますよ。ちゃんと有望な青年をそそのかすな。なんだ、つけてたのか。どうも、見たよ、ゆうべ。あ、そう。あんまり派手なことするな。何が？抗議の電話がひっきりなしだ。なんであんな犯罪者を野放しにしとくんだって。笑い事じゃねえよ。別に警察が野放しにしてるわけじゃない。法律が野放しにしてるんだ。レイプというのは被害者の告訴がなければ警察は手も足も出せないんです。そういうふうに言ってやればいいのよ。ワイドショーの論理で犯罪者いじくってると今にひどい目に遭うぞ。あのね、こんな奴の言うこと真に受けてるとろくなことないよ。本当だよ。いいんですか、せっかくの休みに。うん、ゆいちゃんがお休みだって聞いて一緒に遊びに行きたくなっちゃった。お待たせしました。してくれてるから。私歌好きなんです。村上結衣さんですね。私ラストワイドの加藤です。知ってます。本当にしつこいですね。結衣さん、やめてください。失踪のことなんですけど。なんでそんなこと蒸し返すんですか。失礼ですけど、あなたは。私は姉です。結衣さんの。じゃあ村上さんの妹さん。ええ。じゃあお姉さんも一緒に聞いてください。私たち結衣さんの失踪が狂言だという情報を掴んでます。村上さんは私に人の生き死にをおもちゃにするなと言いましたが、もし失踪が計画上のことで、例えば私たちを困らせるために行われたのだとしたら、どっちが人の生き死におもちゃにしてるんでしょうか。結衣さん、私たちがあなたを追い詰めたって思ってらっしゃるかもしれないけど。そうじゃないですか。ひどいこと放送してるのはあなたたちじゃないですか。事件の真相を知りたがってるのは私たちじゃないわ、世間の人よ。結衣さん、ひょっとして今頑張ってってあなたに声援を送ってる人たちかもしれないんですよ。